でけえ。でけえ、重い。重い。めっちゃ重い。重捨て。重捨てなんてもんじゃない。昔のものがそれも蘇ったって感じでよろしいですか、これ。そうですね。それで、テリー寿屋の車の話、始まりました。はい。ねえ。いいですよね。いい天気で。ね、夏見えるんですよね。セミ鳴いてる。こんな時はあれですよね、うん、オープンカー乗りたいですよね。そうですよね、はい、というわけでですね、今回はとあるですね、イギリスの老舗高級車メーカーを特集しようとしてるんですよ。珍しいですね。そうなんです、お二人はアルビスってご存知です？いや正直知らない、あんまり知らないですね。知らないですよね。くらいは聞いたことあるんですけど、すごい、まあ、昔のね、すごい有名な高級車ですよね、うん、そうなんですよ、はい、1919年にイギリスで創業しました老舗の高級車メーカーで、1925年にですね、世界で初めて前輪駆動車、はい、を設計開発してレースにも参戦してたんですね。1967年に自動車の生産一回打ち切りを発表しまして、まあ、しばらく間が空いて2010年にですね、自動車の生産の再開を決定したんですね。おうおう、はい、で2017年にコンティニュエーションシリーズということで販売開始したと。コンティニューションシリーズって何ですか？何、はい、これはですね、ちょっとまあ難しいんですけど、そういったことも含めてですね、今回あのアルビスについて詳しいお話を伺おうということで、はい、ゲストの方を呼んでおりますので、ちょっとあちらに皆さんで移動をお願いいたします、はい、すごい車だこれ。すごいでしょ、ね、はい、こんにちは、よろしくお願いします、まあ、こんにちは、よろしくお願いいたします。あの明治産業の竹内です、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。おっしゃってたその新車がコンティニュエーションシリーズですか？そうですね、コンティニュエーションというのは続けるっていう意味で、あのコンティニュエーションということなんですけど、はい、まあ、そういう意味であのオリジナルのものを全部使って、新車を作るんですけど、まあ、新しいあの、あのルールがありますから、安全性とか、そういうものの部分は変えてディスクブレーキにするとかインジェクションを使うとかことで今やってます、こちらにあるのがその、はい、航空したやつでいいんですか？はい、はい、と、こちらも紹介していいですか？はい、こちらはちょっと皆さんね、ナンバープレート見ていただきたいんですよ。はい、ほら、これ竹内さん、はい、こちらは1937年ってあるんですか？はい、そうです、はい、昔の車そのものです。で、こちらが1900コンティニューションです。2020年新しいやつですね。と、新たにこれを貸したさ、はい、はい、え、じゃあこちらはいわゆるレストア車？レストア車ですね。で、こちらはコンティニエーション車、はい、ということですか？いや、これね、すごいのは、あのちょっと私、本番始まる前にちょっと見せてもらったんですが、はい、全く分からない。だから竹内社長がやれてるコンプレーションっていうのがよく分かりますね。本当になんか昔のものがそれも蘇ったって感じでよろしいですか、これ？そうですね、それであのレプリカじゃないんですよ、ね、っていうのはあのカーメーカーとしてまた再建しちゃってますん ですね、だから新車なんですよね。ちょっと見させてもらっていいですか？はい、ちょっと待ってください、はい、車を見る前にですね、ちょっとこちらをはめていただきたいんですよ。あ、これえ、ちょっとね、あの大事な車なので ね、 もうね、僕とかね、父親さんもね、はい、もう全て汚れてますからね。いや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 、もう心は、ね、心は綺麗ですよ、お二人とも。心もダメです。だって最後にします、これするってことはさ、数千万だよ。まあ間違いないですよね。いや、わかんないですよ。もっと上かわかんないですよ。あ、そう。はい。じゃあちょっと紹介してください。はい。ちょっとカメラさん、ちょっと寄ってください。まず、ちょっとね、まずここ見てください。ほら、あのロールスロイスの前ですね。そうだよね。フライングレディーってね。そうですね。これはいろんなのあるんですよ。はい、これ飛行機みたいなやつもあるし、うさぎさんみたいなやつもあるし、はい、結構種類ありましてね。はい。この車にはこれつけてるんですけど、こういういろいろあるんですね。はい、だけど向こうはオリジナルですよね、はい、その当時の、はい、でこれは現代風に作ったわけですよね、はい、ブレーキもディスクつ、はい、キャリパーも、はい、ディスクもローターもさ、そう、全然ほらそうだ、もうローターもキャリパーもさ、ディスクも今風に、はい、だからこっちの方が乗るんだったら安全だよ、もう、もう、そうです。安全ですし馬力も出てます。あ、そうなんですか、ね、でクーラーもあるしね。え、クーラーもついてますね。ちょっと待ってください、はい、さあちょっとこの辺もまたセクシーですよね。まあ、この1930年代の車っていうのは、ね、かっこいいっていうか綺麗っていうかさ、そうですね、美しいよね、優美っていうかね、はい、いや、シルエットは素敵です ね、 ね、いや、綺麗、僕はちょっとあの先ほどちょっと聞いたんですけども、ここのね、このありますよね、ホイールの、はい、
この色と前のホイールの色が違うんですよ、うんうん、ああだから僕最初何かなと思って竹内さんこれはどういう、うん、あのこのボディのカラーに合わせて後ろは銀色にして前は黒いんで全部真っ黒にしてあるということです、はい、かっこいいよね。だからこれ多分オーダーでねお願いすると例えばこの色じゃなくてもいいんですもんね。はい何でも、うん、そっか、そうですよね。あの全て注文生産ですから、うん、まあ、あの時間だけはかかりますけど、うん、2年とか1年半とか2年ぐらいかかっちゃいますけど、あ今例えばお願いしても、まあ、2年後ぐらいの。はい、そうですね。これ何のエンジンなんでしょうか。これあのオリジナルです。えオリジナル、オリジナルのエンジンがあるんですか。ええ、どういうことですか。アルビスの設計図を元に作ってますから、うん、元のエンジンそのものです。ブロックから何か全部、オリジナルです。何かをここに移植してるわけじゃないんだ。違います、違います。これ皆さんすごいでしょ、うん、例えば普通だったらこれね例えば BM のエンジンだとか、うんうん、で、まあ、例えばベンツのエンジンをまあ移植するんですけどそうじゃなくてオリジナル、あのここの社長曰くイギリスでエンジン作ってるのうちぐらいしかないよと言ってますけど、まあ、マクラーレンはどうなのかっていう話もあるんですけど、このイギリスのこの見てくださいほら、うん、これお腹嬉しい、ね、だから当時の設計図をもとに全部新しい部品で作ってるだけの新車なんですよね、はい、要はそれで冒頭ちょっとお話ししましたけどもともとこれ のアフターメンテナンスをやる会社が、はい、あのアルビスの証券も買い戻して、ま、うん、やってますから全部持ってるんですよね、あのパーツも、はい、だからそういうことで全部できちゃうということで。いやこれいいけど嫌な予感もしますよね値段的には。家売ればいい。いやいやそういう感じですよね、うん、ちょっと後で気になりますけどね。確かに確かに。なんかちょっとカメラさんもう一回こっちに引いてください。全く分からないでしょ。分かんないよね。これ全く分からない、うん、確かに分かんない。だからナンバーだけ見ればね分かりますけど本当にさ、うん、よく言いましたよね。あの例えば日本でもトヨタ 2000GT を、ね、復活してほしいとか、はいはいはい、ありますね、そういうの復活してほしい、うん、でもそれって現実的にはできないじゃないですか、うん、でもこれはそれを復活させたって、これ日本じゃありえないですよね、うん、それともう一つね、うん、あの面白いのはですね、うん、今コンティネーションって流行ってるんですよね、うん、それでアストンマーチンだとかジャガーだとかああいうのも作ってるんですが、うん、そうですね、あれは公道走れないんですよ。えなぜかって言いますとああいう大きなメーカーはクラッシュテストとかそういうのやらなきゃいけないんですけど、はい、うん、ここは会社の規模が小さくて、100台以下とかね、はい、そのぐらいの台数しか作れないんで、クラッシュテストとかいらないんで公道走れちゃうんです。そうなんだ、うん、だからイギリスでナンバー取れるのこの車しかないんですけどね今のところ。だからこれあの基本形は全く同じ形してます。ただ違うのは、はい、ここのキャブレーターがついてるとか。あこれですね。キャブレーターかインジェクションかっていう違いだけか。これもむちゃくちゃ綺麗だね、うん、もう舐めることできますね。いやていうかこれもまた粋だな、撮ってみようかな。ほらすごい、いいな、ほらこれはすごいわ。これオリジナルだと何馬力ぐらいなんですか。135ぐらいだと思います。それでこっちは160ぐらいまで出てると思いますけど、新しいはね。これ正直どっちが人気あるんですか。こっちも多分人気あると思います。こっちも人気ある、うん、まあ、日本人は意外とオリジナルが好きだから、うん、まあ、そうですよね。いやでもさっき土屋さんが言ったみたいにこれで年に1回か2回しか乗らないよりも、うん、こちらだったら近くのコンビニも行けるから。確かに、ね、その考え方だよね。ですね、うん、だからそれこそね、なんか心配しながら乗る、はい、心配ってしてるんですけども、うん、ちょっとね、気遣いながら乗るのと、はい、やっぱりね、毎日ね、ドレーって感じで陽気な感じで乗るのと確かに、まあ、それ違いがありますけど、ね、これ、土屋さん、はい、これ運転してよろしいですか。はい、どうぞ。じゃ土屋さん、ちょっとお願いしますよ。え、どっちから。いや、こっちは多分無理だと思うんで。こっち、いや、まあ、無理じゃないですよ。どうぞ。え、乗れるの両方。え、じゃあ先どっち乗ります、テリーさん。いや、それはオリジナルでしょ。オリジナルから、はい、はい。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。
おお、ハンドルでけえ。でけえ、重い。重い。重そう。長い前が。うん、前長い。前がね、長いからね。うん、前長いね。かっこいいね。かっこいい。ライトの大きさがいいね。うん、かっこいい。ルパンだね。ルパン。うん。すごい、スピードメーター、助手席の前についてますよ。これですね。おー、いやー、これはすげえ気持ちいい。こういうなんかさ、うん、あれですよね。森の中が似合うね。はい、そうですね、こういうのいいですね。ブリッシュみたいな感じで。うん、めちゃくちゃ似合う。たけしさん、今この車は日本に何台あるんですか？これ、あのこれと、あ、これ1台だけです。1台だけ。いつから発売？もうコロナの前ですから、5、6年前ですね。なるほど。だからもうまだ日本で購入してる方いらっしゃらないってことですか？あの、旧車はあります。あの、レストした、はいはい、あの、全リンクのレースとかね、はい、あの、買われた方いらっしゃいますけど。あ、アルビスもいくつかね、車の種類ありますね。あ、かなりあります、ね、あ、そうなんですか。あの、同じやつは多分平均で 5,6 台しかないんじゃないかって言われてるぐらいで、 あとみんなあの、いや、いいな、いいね、このなんかさ、いいね、なんかちょっとこのなんかこの弾むようなさ、うん、いいですね。いや、これはちょっとあれだったな、なんかちょっと白の朝のスーツ着てきてたかな。なんかちょっとお嬢様になった気持ちになります。なりましたか。はい、もう目はもうすでにお嬢様です。いやいやいや、もうでも本当そんな気持ち。エリザベス女王だよこれ、ね、え、あの、うん、エリザベス女王の旦那さんの、はい、フィリップさんが、はい、あのアルビス乗ってたんですよ、これじゃないですけどね、はい、あの戦後のやつで乗ってて、はい、あれも特殊だったんですけど、屋根高くして、うん、あの、あれか、あのハットかぶれるようにしたやつを持ってて、あの、最後まで持ってらっしゃったからですよ。これがあるか、言って、これいいんじゃないですか。いや、気持ちいい、気持ちいい、めちゃくちゃ重くないですか。いや、ブレーキも重いですよこれ、うん、ブレーキ重い、重い。いや、でも土屋さん、今初めて乗ったとは思えないぐらいスムーズ。いや、あと土屋さんがね、なんとか運転手に出てきてる。運転手ですよ、白い手袋。白い手袋してるんだから。確かに、確かに。これ白い手袋だとちょっと、あの、滑るんじゃないですか。滑りますけどもね。なんか運転手っぽくていいですよ。これ、六本木で曲がるの大変かもしれないですね、重くてて。いや、重い。めっちゃ重い。重捨て。重捨てなんてもんじゃない。ねえ。レーシングカーのスリックタイヤぐらい重い。うわ、でも竹内さんこれでしょ。いや、あの、やってます、やってます。ね、見る見る。だから結構あの 手が疲れますけどね。いや、そうですよね。疲れるなんてもんじゃないでしょ。ミレミリアだって結構飛ばしますからね。ね、うん、じゃあこれは今買えるんですね、今日。あ、いいですよ。持たないけど。なんとなく、あの、未練ありますけどね。これは、じゃあ買うしかないね。うわ、買っちゃいますか。だって日本に1台しかないんだよ。そうだよ。で、あれですよね、修理も全部竹内さんってことやってる。あ、いや、全部やってます。はい。いや、これはトレーニングになる、このハンドルは。手疲れますね。はい。またハンドル細いから、あれですかね。うん。だから、ここにハンドルなんだよね。うん、ですよね。土屋さん、何でもパッと上手に乗りますね、本当に。さすがだけど、いろいろ乗ってますからね。さすがです。これだったら、これでも100回演出してみる。ねえ、なんかもうスーッと、もうずっとこれで運転しちゃってる。いやー、いいね、はい、いい。さあ、土屋さん、はい、どうでした？いやね、うん、本当にもう、なんかこう、皇室の運転手になった気分。本当に、うん、もうなんかエリザベス女王が後ろに乗ってんのかなみたいな、うん、ね、乗ってました。実際どうですか、そのあのなんかクラッチとかブレーキとかアクセル。いや、ハンドルはレーシングカーの重さぐらい重い、うん、でクラッチもレーシングカーぐらい重い、うん、ブレーキもやっぱ重い、うん、ドラムなんでね、うん、だからやっぱこう踏まないと効かないしね、うん、だけ どその当時を味わいたい人たちにとっては、うん、新型よりこっちの方が味がある。いい、なるほど。でまだね、新型乗ってませんので、はい、ちょっとね、新型行きたいと思います。そうですね、はい、じゃあ、なんかあんまり、あ、これは、うん、ステアリングの遊びがない。へ、うん、ラックアンドピニオンだこれ。あ、こっちはラックアンドピニオンですね、うん、へ、ステアリングの遊びがない。あ、すごいすごい、これよいしょ。
なんか音が違いますね。音違いますね。マフラーの。おー。サイドブレーキ。ボタン押して前に倒してください。はい。はい。あ、これは楽だ。違いますか？うん、ステアリングがね。はい。重捨てなんだけど。ええ。さっきほどじゃないですね。さっきほどではないんで。クラッチはどう？クラッチも、あ、クラッチは重いな。あ、重いんだ。だけど、ステアリングがね、遊びがないから、楽。あ、さっきのはね、結構遊びがあったからさ。あ、ギアスコンスコン入る。おお。あ、今時の車。これシンクロは？シンクロはあるんですかこれ？あります。あのアルビスは世界で最初にシンクロ作ってらっしゃる。そうなんですか。世界で初めてシンクロ作ったってすごいですね。便利だね。いや、これいい音だ。うん。ねえ、こっちの方が普通じゃないですか？いや、普通ですよ。速そうな音がする。うん、いい音。今の車っぽいね。うん。え、全然乗りやすい。乗りやすい、全然乗りやすい。全然違う。うん。あ、今時のアルビス。現代の蘇ったアルビス。うん。これ結構さっきと飛ばしても結構始めますよ。へえ。それさ、これだったらドリフトいけますね。いやいや、それはちょっとですね。家売って買う車だよ。そんなドリフトなんかとんでもないよ。サーキットを優雅に走る。ジェットヘルで。ギアがスコンスコン入る。で、ブレーキめちゃいい。安心ですね。安心、ほんと安心。これだったら六本木走れますか？いける、全然いける。これはいける。気持ちいいね。気持ちいい。いや、いいな、これいいですか？いい。結構そんなに気ぃ使わないで乗れますからね。そうそう、普通に乗れる、これ。おー、いや、これはいいな。これ毎日普通に乗ってたら相当かっこいいですよ。かっこいい、かっこいい。いい音だ。運転するできるようになってるんだよね。そりゃそうですよ。でもなかなかここまで運転できる人いないですから。いや、これはいいわ。この格好でこれだけしっかりしてるってめちゃいい。現代のアルビス。さあ、土屋さん、はい、2台乗っていただきました。はい、ちょっと感想お願いします。あのね、オリジナルは、ああ、やっぱこの時代ってこういう車だったんだなっていう、まあ、そのステアリングの遊びもそうだし、クラッチもそうだし、そのシフトレバーの位置もそうだし、なんかね、あ、こういう時代なんだ。で、こっちの現代のアルビス、今風、もうディスクブレーキでしょ、キャリパーもあって、で、シフトレバーもすごくスコンスコン入るし、こっちはね、やっぱりこう、うーんって入れないと。だから、そのね、なんだろう、オリジナルはオリジナルでいいわけよ。うん、だけどやっぱこっちの方が乗りやすいよね。うん、そうだね。現代版の方が。で、実は、まあ、運転してる最中ずっと土屋さんね、こっちをいいな、いいなって言いましたよね。あの、何がいいかっていうと、ステアリングフィール。やっぱこうラック&ピニオンで遊びがないから、フラフラしないし。で、このフラフラはこの当時を思い出すと、これはこれでね、味ですよ。味だからいいの。オリジナル好きな人はさ、これがまたねいいっていう感じですね。確かにね。だからこの格好でこの現代風の作り、俺らみたいのはこっちの方がいいよね。乗りやすい。普段楽ですよね。普段乗りやすい。さあ、わかりました。はい。で、気になるのが、気になるのはお値段なんですよ。家売ってください。ここから通販になりますから。はい。さあ。はい、ちょっと気になるのがお値段なんですけれども、購入するんですね。はい、あの付録としてですね、北海道のイカ飯がついてきます。あ、そうなんですか。イカ飯がついてきます。さあ、それではちょっとお値段を、はい、まずオリジナルはおいくらでしょうか。これは6600万。それで、はい、こっちが6300ぐらいですね。
ただこれはあの 今注文しますと、はい、為替がこれは150円、1ポンド150円ぐらいの時の輸入だったんで、はい、それぐらいなんですけど、今1ポンドが200円超えちゃってますんで、はい、2割以上高くなってんで、多分8000万とかそのぐらいまでいっちゃうんじゃないか。あとあの全てあのオーダーメイドなんで、はい、どういう選択をするかによって値段も上下しますけど、多分8000万ぐらいだと思いますけど。でも武さんね、今これは売り物ですよね。ええ、ってことはこれを購入する場合は6300万でいいですよ。テリーさん買うんだったら。今なんか5800万って言いました。いやなんか今聞こえなかったですけど、ね、これだって日本に1台しかないんだよ。これもそうですよね。これもいいですね。まあ、やばい、ミンデビリア、これ乗ってったらやばいよ。話題ですね。じゃあこれぜひ2台1度に、テリーさんね、はい、お願いしたいと思います。家 をね、4つくらいあるんですよ、ね、ヤギも牛も売って2台買いましょう。よろしくお願いします。まあ、今回はイギリスの老舗高級車メーカーアルビスを深掘りしましたが、改めましていかがでしたか。いやもう気分いいですよ、めっちゃ気分いい、うん、俺は皇室の運転手だみたいな。いやでもね、自分でね運転してさ、これで箱根とかさ、まあ、カリジャーとかね、いいね、いいね、いいね、緑がやっぱりあるところを僕ら後ろ乗ってても見えるのが緑ばっかりでしょ、うん、これはいいよね。いい、したらこれでまたね、土屋さんみたいに六本木をチャラチャラするっていうので、チャラチャラ、これはこれでまた楽しいですよ ね。ネオン街をさ、六本木だったら多分ちょっとこっちじゃないと曲がりきれない。いやこれ、ね、なんかね、後ろの席でなんかね、冷えたシャンパンとか飲みながらね、言いたいですよね。で運転してるのがルパンなの。そうそう。で後ろで藤子ちゃんがシャンパン。そうそう、そういう感じで、ね、いいですね。いいね、いいね、いいですね、いいですね。ぜひ皆さんね、はい、あの気になる方はご連絡ください。はい。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。